ねえねえ、ちょっと。うん？行く気ある？え、なんで？だってこっちめちゃくちゃ調べてんのに携帯いじってばっかじゃん。いやいや、ほら。え？知らないの？え、あ、うん。それも、それも全部これに入ってるっていう。ね、全部？ファンコンパスなら自分の好みに合わせた旅の記事やスポットなどをおすすめしてくれます。旅のプラン作成からホテルやレンタカーなどの予約手配もできて、最適な旅のしおりを作ることができます。これ良くない？お、え、すごい贅沢だね。らしいね。できた。ファンコンパスならスムーズで快適な移動をサポートします。旅先でも自分の好みに合ったスポットをおすすめしてくれます。お、あー、いや、すみれちゃん、旅先での突然のトラブルでも現地周辺の自分の好みに合ったスポットを案内。かわいい。旅先ならではの偶然の出会いも演出してくれます。かわいくない？え、めっちゃかわいい。お店の空席状況やクーポンも発行されるので、スムーズでお得な旅が実現できます。おいでるよ、今から行ける。いただきま す。めっちゃおいしい。おいしいな、ね、いいお店選んだね。でしょ。よかったね、開いてて。いや、開いててよかったよ。本当ありがとうって感じ。こちらこそ。できた。やばい、完璧。残りも隙がない。入り込み早すぎ。なるほど、なるほど。ということは、あ、これだ、これだ。ファンコンパスを活用すれば、お店にいながらメッセージでの呼びかけ、クーポンの発行などが手軽にできます。よし。各ユーザーのパーソナルに合わせたレコメンドを提供してくれるので、かわいい。あ、いい ね。おしゃれ。いいね、いいね。自分のお店にぴったりなお客様へ。2名様ですか？はい、2名です。旅前から旅中を通して効果的なアプローチが可能になります。おいしいです。ファンコンパスは地域密着の着地型観光の実現を後押し、人気の定番スポットだけでなく、地元の人だからこそ知るスポットなど、地域の魅力を余すところなく旅前からお届け。観光レコメンドで地域と観光客を直接つなぎます。また地域のエリア内の回遊性向上にも貢献。好みだけでなく、シーンや状況に寄り添った情報がおすすめされるので、さまざまな場所への回遊を促進。それによりエリア全体のにぎわいを創出し、観光経済の活性化に貢献します。ファンコンパスは観光 DX を後押しし、にぎわいと魅力あふれる街づくりをサポートします。ごちそうさま。ありがとう。伊藤君すごいにぎわってるね。はるちゃん、実はね、